山崎誠君。山崎君。立憲民主党山崎誠でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。午前中に引き続きまして、私もやっぱりエネルギー政策を、いくつかお聞きをしてまいりたいと思います。前回のご質問で冒頭通告をしてなかったので十分お話ができなかったんですが、今原発の新増設で上関原発、中国電力の計画でございます。これについてやはり今の段階で調査といえどもですね、工事に値するようなものを進めるべきではないというのが私の強い思いなんですが、大臣にちょっとお話をいたしました。前回以降少しお話を、お聞きになったり、調べられたりしたことがあったら教えていただきたいんですけど。梶山経済産業大臣。前回もお話したんですけど、大前提は現時点において原発の新増設リプレースは想定していないということでありますが、中国電力の責任において必要な許可を取って、ボーリング調査等をしているということでの承知はしているところであります。山崎誠君。私はお願いしたつもりでね、その調査自体は現時点では新増設をしないという政府の方針があるにもかかわらず、調査といえども工事を始める、何らか手をつけるということについては、やっぱり慎重であるべきだというのは、私は経済産業省として、大臣として、やっぱり中国電力に助言をしていただきたいとは強く思います。現時点ではという枕言葉がついていることについては、このあとちょっといろいろとお聞きをしたいですが、経産省のスタンスとして、この原発新増設をどう進めるのかという話、そして実はもう一つ経産省が絡んで、これ宮川委員とも質問質疑で世耕大臣やられてますが、重要電源開発地点の指定というのがありまして、この指定があるので、山口県は埋め立ての許可をしていると、そういう経緯もあります。だから今ある意味ですね、2つの二枚舌というと言葉は悪いんですが、2つの判断をされているんですよ。原発は新増設はしないという判断をしながらも、こういう重要電源開発地点に指定というのを取り下げていない、継続している。この重要電源開発というのは、これ電源開発を促進円滑に進めるために作っている制度でございまして、それに入っていることというのは作る前提でこれ入っているわけですよ。これ今リストを、資料でお付けをいたしましたけれども、見ていただきましてね、これクレジットも何にもないんですよ。これ梶山大臣、これね、私今最新の、リストを出してくださいっていう話をすると、このリストが出てくるんですよ。何月何日現在ですかっていうのもないしね、以前のリストからどんどん減ってるんですよ。2010年のリストを見ますと、大変多くの電源の開発地点が一覧表として出てきます。たくさんですよね。それが今はこれだけになっているんです。で、見ていただいて、線を引きましたけれども、上関原発がここに入ってます。これ、このリストの意味合い、そしてこの重要電源開発地点の意味合いをちょっとご説明いただけますか。資源エネルギー庁、村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。今委員からご指摘いただきました通り、国が電源開発を進めていく上でそれを円滑するために指定をしているものでございまして、過去のリストから、数が減っているというところはですね、これ運転開始が行われますと解除されることになってございまして、運転開始が進んだものもしくはやめたものもございます。やめるとそれも指定から解除されてきますので、そういったものが減っているということでございます。で、過去のものから減っているのはやっぱり需要がそれなりに伸びない中で、新規開発自体が当然に減っている中で指定されているものの総数は過去に比べれば減っているということでございます。山崎誠君。でね、残っているのが原発なんですよ。下に水力ありますけど、火力だとかどんどん減っていく中で、残っているのは原発。そして、これをお聞きをしたいんですけれども、この上関原発が、これ、指定されたのはいつで、これ、完成予定はいつですか。
そしてそれにかかる費用はどういうふうに算出されてますか。村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。上関原発が指定されたのは2005年2月18日でございます。運転開始日は未定でございます。事実関係といたしまして、上関原発は中国電力が、かつて、申請はしているんですが、いわゆる変更申請、許可のですね、を出していない状況にあるということでございます。山崎誠君。質問に答えます。答えていただいてないですけど、どのぐらいのコストがかかるんですか。村瀬電力ガス事業部長。まだそういう初期の段階ですので、開発にかかるコストは事業者の方も算定できていないということだとございます。もし交付金ということではないですね。違う。コスト、建設コストについてはまだ全く未定ということでございます。山崎誠君。ですね、この中国電力のこのプロジェクトというのは、今中国電力管内の需要、電力需要を見ますとね、年々下がってます。で、資料ね、ホームページの資料を見ただけでも、分かるんですけども、2014年から2018年の数字を見ると、8.5% 減っています。で、この傾向というのは、おそらく続くでしょう。これ、いろんな予測をされるかもしれませんけれども、常識に考えて、これから急激にですね、この電力需要が伸びるということは考えられない。で、そういう中でですよ、この、開発がまだ重要電源開発支店として残っていること、これについては私は経産省としてね、何らかチェックをしなきゃいけないんじゃないかと。基本的に、これは電力会社が提出をしている申請、それを認めてここに載せるということではありますけれども、今お話ありました2005年ですよ。2005年に載せたまま、そして開発も未定で、コストがいくらかかるかもわからない、そういう状況の中で、このプロジェクトの実現可能性、重要性というものは極めて今低くなっているし、おそらくこの事業というのは私はいらない事業だということだと思うんですが、それをあえてまだここに載せている。で、その載せていることを理由にして山口県は埋め立ての許可を出しているんですよ。中国電力もこのプロジェクトを進めようとしてるんですよ。経産省のこのリストの重みっていうのは、私はとても重要、重く電力会社の皆さん受け止めていると思います。他の原発もおそらく同じだと思います。どうですか、こういう事態の中でこのリストから外す、少なくとも中国電力と協議をして、この重要電源開発地点に指定したときからの状況変化を受け止める、見直すお考えないですか。大臣、お願いします。梶山経済産業大臣。今お話のありました件ですけれども、上関原発は事業者が毎年提出する供給計画において開発計画があるものとして位置づけられておりまして、電力会社において同発電所が、電力需給対策上重要なものと、重要な電源であるという認識がされている現状には、状況には変化がないものと承知しております。経営判断で申請をされて、それを認めているということであります。山崎誠君。ここは私は世耕大臣もそうお話をされているんですが、この電気事業のこれ特殊性、いや、電気事業法で許可を与えている経産省、そういう立て付けの事業の中でのお話なので、これは私は他人事では済まされないと思います。というのは、今もお話ししました、これ今どんどん電気の需要は落ちています。これ自体はいいことですよね。省エネも進むでしょう、いろんな意味で、人口減少なんかの影響も大きいんでしょうけども、需要は落ちている。で、電気は余っていく、そういう中で今中国電力は島根にも原発を持っています。上関作るとしたら膨大なコストがかかります。1兆円とは言わないが、今の状況であると本当に何千億という膨大なお金がかかります。それを投資をして、で、発電開始できるのはおそらく10年あるいは15年でしょう。
期限あの、ね、着工して未定ですから、完成は。そういう中でですよ、これに投資をしてお金を使うことは、私はこの中国電力の経営の経理的基礎を壊すと思いますよ。そうしたら経産省、中国電力に許可出せるんですか、電気事業法の。そういうぐらいのインパクトのある事業で、それも現時点では原発の新増設はしないと言っている経産省の方針に、ね、反して進めようとしてるんですよ。どう考えても私は他人事では済まされない。経産省として、経産大臣として、少なくともこの指定されている、重要電源開発支援、この位置づけ、今のままでいいのか、新しい状況の中で見直して外した上で、そうするといろんなことが変わりますよ。大臣、いかがですか。梶山経済産業大臣。今申し上げましたように、中国電力株式会社におきましては、重要な電源であるという認識をされておりますけれども、この指定につきましては、委員のご意見も、参考にして考えてまいりたいと思っております。山崎誠君。ありがとうございます。ぜひ見直しの方向で考えてください。でね、これ重要電源開発に関わり地点の指定についてという、ね、規定がありますね。その中に、条件が入っていて、電力需給対策上重要な電源であるって5項に書いてあるんですよ、ね、第4条の第 5,、ね、5項目に書いてある。で、電源開発の計画の具体化が確実な電源である。これは宮川さんも指摘をしてますけども、電力需給対策上重要な施設なんですか、今この上関原発が。どう思いますか。梶山経済産業大臣。事業者はですね、安全を最、優先に考えてますけれども、3プラス S という、政府が示すエネルギー政策の基本的な、方針を踏まえているということで、そういった中で、重要な電源であるという認識であると思っております。山崎誠君。これ出来上がるのは10年15年先ですよ。その時にこれが重要であるなんていうのは、私は普通の想像力のある方で、普通にロジカルなものを考えられる方であれば絶対言えないと思います。福島の原発事故を我々経験してるんですよ。あれだけの事故、あれだけの原発の難しさを理解していながら、それも10年先なんかになりましたらね、再エネだってどんどんコストは安くなりますよ。蓄電池のコストだってどんどん今落ちています。そういった中でこの重要電源と位置づけは間違っている。これを正していただきたい。もう一度お願いします。梶山経済産業大臣。指定をしているわけでありますけど、委員がおっしゃったようにいろんな環境の変化もございます。今の時点で指定をされているということでありますけれども、状況の変化というものも当然見ていくべきだと思いますので、そういったことも参考にしてまいりたいと思っております。山崎誠君。もう一点大事なこと戻りますけれども、現時点では新増設を考えていないとおっしゃっている。これは政府見解ですね。村瀬電力ガス事業部長。村瀬電力ガス事業部長。その通りでございます。山崎誠。現時点というのはどういう意味ですか。現時点というのはいつのことを指すんですか。村瀬電力ガス事業部長。梶山経済産業大臣。今の状況の中でという意味でございます。山崎誠君。大変曖昧なんですよ。大変曖昧なんです。今日のことなのかね、明日のことなのかね、1年先はどうなんだろう。現時点、誰かじゃあこれ現時点をひっくり返すんですか。誰かが現時点、今は必要になるんだと、新増設が必要だって、今は必要なタイミングになりました。未来にどこかで切り替えるとしたら、それは誰がやるんですか。梶山経済産業大臣。
曖昧な言葉とおっしゃいますけれども、将来の、まあ、技術開発等について、また状況については、誰もまだ想像ができないわけでありまして、技術開発についても、ある日、ブレイクスルーして、蓄電池が飛躍的に発展する可能性もあるということもあるわけであります。そういったことも含めて、現時点、今あるものの状況の中ではという意味でございます。山崎誠君。今の私は経産省すごく良くないなと思うところは、そういう曖昧さなんですよ。経産省として要するに、いや皆さん事業家投資家の立場に立ってくださいよ、ねえ、原発投資しようかなしまいかな、いや私は反対ですけども、現時点では新増設しないっていうのに投資はできませんよ、ねえ、逆にあ、もしかしたら原発止まるか、あ、新増設になるかもしれない、じゃあ再エネに投資するのちょっと控えようかなってなるかもしれませんよ。今大臣はいろんな条件があるんだと言いました。技術開発の動向を見ながら、じゃあそれを明確にしないと、でエネルギー条件ですよ。だからどういうところを見ているから現時点は新増設しないんだって言ってるっていうことをもっと明確にお示ししながらですよ、ちゃんとした正しいメッセージを示さないと、エネルギー業界、いろんな産業、大混乱ですよ。もっと言いましょう。結局、そうやって原発にしがみついているから、原発がまだ動くんじゃないか、これから新増設、日本はエネルギーシフトしないんだな、そういう間違ったメッセージを受け取って、再エネの業界、本当に困ってる。伸びてないんですよ。私は、現時点では新増設はしないなんていう言い方は大変無責任で、日本を混乱させて日本の足を引っ張っていると思います。ぜひともね、私は皆さんも原発依存を極力下げると言っているんだから、であれば新増設は考えないで今動かすかどうかは別にしてもですよ、でも新増設をしたらそこから50年、あれはね、40年、50年動かさなきゃいけないんだ。そういう選択肢を残すこと自体がおかしいと。それが結局、今の上関の問題にもつながってますよ。上関のこの調査を止めていただきたいんです。技術が明確に、技術的な課題だとかいろんなことが明確になって、それで新増設ということであるならば、そのタイミングまでは少なくとも、あの上関って、自然環境豊かな土地を、海を守っていただきたい、大臣、どうですか。梶山経済産業大臣。政府の考え方は前にも申し上げましたけれども、厳しい規制基準に合格したものはそれを尊重していく、規制委員会の意見は尊重していくということであります。その上で、地域の理解を得た上で再稼働を進めていくということになっております。そして今度新しい施設とリプレイスに関しましては現時点では考えていないということでありますけれども、いろんな要素が確定をしてくればそういう判断ができるものだと思いますけれども、今の時点ではさまざまな要素がまた不確定な部分もあるということでもございます。山崎誠君。もうこれ水かけ論ですけどね、いやもう今の大臣の話を聞いていると、新増設やっぱりどっかでやるんだと思いますよ。技術的な条件がどうのこうの、ね、でもその時にはもう原発なんて、ね、電気はもう再エネだとか他のもので十分賄えるよ、そういう時代になってますよ。証拠がないっていう、いや、じゃあお話ししましょう。じゃあ次の話題入りますよ。再エネの話しましょう。資料2見てください。エネルギーミックス、これもう目が穴が開くほど見ている資料ですけど、この中で太陽光発電をちょっと今日は取り上げたいと思います。先ほども柿沢委員からソーラーシェアリングの話が出ました。で、私もこれ取り上げたいなと思っていたので、農水省、ね、副大臣に来ていただいてます。今ソーラーシェアリング、農水省はどういうお立場で今どういう取り組みをされているか、ちょっと簡潔にご説明ください。加藤農林水産副大臣。山崎委員のご質問にお答えいたします。営農型太陽光発電は営農の継続とバイデン収入による
農家所得の向上が期待できる取り組みだと考えております。このため農林水産省は昨年5月に担い手が営農する場合と後輩農地を活用する場合には一時転用期間を3年以内から10年以内へ延長するとか、地方の政局等での相談窓口の設置をしたり、また有料事例等の周知等の促進策を公表して取り組みを支援をしておるところでございます。取り組みの目標というのは設定はしてはおりませんけれども、営農型太陽光発電の取り組み実績というのが、平成25年度から29年までを見てみますというと、件数にしまして、96件から1905件と20倍増、それと営農面積については19ヘクタールから482ヘクタールと25倍増という着実に増加をしております状況にございますので、今後とも営農型太陽光発電の取り組みを積極的に後押しをしてまいりたいと、このように考えております。山崎誠君。こんにちは、ありがとうございます。福田ちゃん、ありがとうございます。私は相談者にはね、農水省大変よく取り組まれていて、畑とか田んぼ、ね、農地を守りたいっていう農水省の思いの中で、やっぱソーラーシェアリングっていうのはそれにね若干反するところもあるので、非常にこうせめぎ合いの中でも、でも農業をやはり近代化をして収益を確保して伸ばしていくという農地を復活させるっていう意味でも、このソーラーシェアリングを今一生懸命応援されている、制度も見直してやっている、私はとても評価して、もっとやっていただきたいと思うんですよ。でもね、今お話ありました件数は伸びてます。じゃあ発電量、政府参考人でいいです、農水省の方、どのぐらいの発電量今ありますか。農林水産省池山大臣官房輸出促進審議官、お答え申し上げます。この営農型太陽光発電の発電量でございますけれども、この転用許可の実績の調査対象である農業委員会等は、農地転用の事務を担っておりまして、営農型太陽光発電による一時転用の許可の件数でございますとか、あるいは農地の面積などは把握しておりますが、転用の許可の判断に関わらない発電に関するデータは、現在のところ、把握しておりません。山崎君。経産省、把握してますか。資源エネルギー庁、松山省エネルギー資源エネルギー部長。お答え申し上げます。ソーラーシェアリング大変重要なんですけれども、太陽光発電の規模にはあるんですけれども、ソーラーシェアリングという類型で集計しておりませんので、お手元に数字はございません。山崎誠君。これなんですよ、大臣のね、統計取ってないんです、誰も。ソーラーシェアリングでどのぐらい発電できてるか分かんないんですよ、分かんないんです。今太陽光発電やるとしたら、事業用の野立てといわれる大きな発電所、屋根の上に置く、野立てはいろんな種類ありますよね、規模もあります、あとソーラーシェアリングですよ、おそらくこの3つぐらいのやり系をどういうふうにこの政策で伸ばしていくというのが大事なんですよ。でソーラーシェアリング、せっかく農水を一生懸命やろうとしている、でも目標値は設定をしていません。経産省、このね、資料の2にありますね、エネルギーミックスの太陽光の2030年の目標、6400万、これはどういう内訳で実現しようとしてるんですか。松山省エネルギー新エネルギー部長。お答え申し上げます。今委員からご指摘ありましたエネルギーミックスについて申し上げますと、2015年に作ったものでございますが、これはそのエネルギーというものは単一のものがですね、完璧なものではないという中で、安定供給、コスト、環境負荷、安全性という3プラス S の中で、
最適な形でどういう構成を作るかという観点でマクロで計算したものでございます。太陽光発電の中での内訳は特に定めでございません。山崎誠君。これね、目標値がなくてどうやって産業界をリードしてね、再エネ伸ばしていくんですか。太陽光発電だって今お話したようにソーラーシェアリングを伸ばすといったら、それなりの計画目標を作ってそれに向けて施策を展開しなきゃいけませんよね。え、野立て、今いろんな問題もあります。メガソーラー、じゃあそこどこまでやるのか、あるいは屋根置き、今日聞きたかったですけど、屋根置きの太陽光パネル大事です。特に地産地消で考えた都市型の発電所っていうのはやっぱり屋根の上使わなきゃいけない。そういう目標なくてどうやってこれを実現するのか、あるいはこの6400っていう、これは、22から 24% という、ね、上限ではないと言っている数字です。もっと野心的な数字をいくつも持ってで施策を考えなきゃいけないと。もう時間ですのでやめます。ぜひね、こういう経産省の仕事のやり方やめてください。しっかりとデータに基づいて、今ソーラーシェアリングでどのぐらい発電しているのかが答えられないような、ね、農水省経産省じゃ情けなすぎますよ。それをいくらに伸ばすんだ、いつまでに、そのためにどういう施策が必要なのか、みんなに聞いて知恵を絞ってやってください。大臣、最後お願いします。梶山経済産業大臣。ソーラーシェアリングはまだ新しい試みなので、その作物によって本当にこれで可能かどうかということもあると思います。で、成功例もあると私は承知していますけれども、まあ、こういった新しい農業の取り組み、就農者への希望になるものだとも思っております。それらも含めてソーラー発電どうなるか、今申し入れがあった上で今接続しているもの、そして今後どれだけ接続できるかということでこういう数値が出てきていると思いますけれども、しっかりと上限、あれがキャップではなくてしっかり伸ばしていくための努力をしてまいります。山崎誠君。終わります。笠井明君。